これより会議を開きます。青少年問題に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として内閣府大臣官房審議官杵渕智之さん、内閣府政策統括官山崎史郎さん、法務省大臣官房審議官岩尾信行さん、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹さん、法務省人権擁護局長萩原秀樹さん、文部科学省初等中等教育局長布村幸彦さん、文部科学省高等教育局長坂東久美子さん、文部科学省スポーツ青少年局長久保公人さん、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦さん、厚生労働省大臣官房統計情報部長伊沢明さん、厚生労働省職業安定局高齢障害者雇用対策部長小川誠さん、厚生労働省社会援護局長村木敦子さん、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長岡田泰造さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを要します。柚木道義さん。はい、はい、民主党の柚木道義でございます。 ありがとうございます。委員会最初のトップバッターということで機会をいただきまして本当にありがとうございます。また森大臣はじめ各省政務、そしてまたそれぞれ参考人の皆さん、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではまず前半はですね、大臣も所信で述べられました、若者の自殺問題、あるいはいじめ問題、さらにはニート引きこもりなどの問題についてご質問をさせていただき、また残された時間の中で、当然青少年の健全育成にも関わる育児支援についてお尋ねをさせていただいてまいりたいと思っております。ではまず若者の自殺問題についてお伺いをさせていただきます。国際的にも日本の自殺率、これ全体としても非常に高い中で、私たち民主党政権の以降の3年間、これはまあ減少傾向に転じているというのは、この間の質疑の中でもご存じの通りです。で、ついに昨年度は15年ぶりに自殺者が3万人を下回ると、こういった傾向になってございます。そういった意味では、私も含めて取り組ませていただいてまいりました社会的包摂といいますか、ソーシャルインクルージョン、今まさに社会的包摂サポートセンターなどですね、自殺対策も含むワンストップの相談機能強化というものが、一定の成果につながっており、で、現政権におきましてもですね、ぜひ継続的なかつ、取り組みの強化をお願い申し上げたいと思っております。で、そういった中で、自殺をされてしまう方全体は減少傾向にある他方でですね、若者の自殺者については、24年度の数値は減少になっておりますが、この10年間ぐらいの推移を見ておりますと、19歳以下はほぼ横ばい、さらに20から29歳はこれ残念ながら微増傾向にあるというのが、これ大変由々しき現状であるというふうに考えております。で、そこで、お伺いをいたしますが、政府といたしまして、これ民主党政権下の昨年8月24日に自殺総合対策大綱を閣議決定しておるわけですが、その大綱の内容を25年度予算の中でどのように具体的施策として実行していくのか、これ教育段階であったり、あるいは学校卒業後に社会に出た段階、それぞれのお取り組みをお答えをいただければと思います。はい、森雅子国務大臣。柚木委員の自殺問題の取り組み評価をいたします。若年者の自殺死亡率が減少して、おりませんで、全体が下がっている中で、この問題看過できないなと思っております。自殺問題というのはですね、民主党政権時代に柚木委員を中心としてお取り組みをいただきましたが、実はその前から自民党政権下でも取り組まれてきた。つまり私はですね、政権交代に関わらずずっと政府が取り組んできたということの成果であると思っておりますので、その民主党政権で取り組まれておられたこともちろん引き継いでまいりますし、
大綱も生かしていきたいと思っています。一番最初に大綱を19年作った時に第一次安倍内閣でございましたので、今第二次安倍内閣となって安倍総理もですね、その時の思いが大変強いございます。そして第一次安倍内閣で作られた自殺 対策大綱、これに基づきましてですね、麻生総理の時に実はこの地域の自殺対策の基金が初めて創設をされたわけでございます。ですので現在財務大臣の麻生財務大臣も強い思いがあるということで、かなりですね理解のあるお二人がですね今総理副総理というふうにいらっしゃるので、私もですね自殺対策をこれしっかりと取り組めるなという思いをしているところでございます。この若者の自殺はですね20代がですね25から24、それから25から29歳、どちらもですね死因の1位が自殺なんですね。死亡の原因の第1位が自殺というのはですね、これは世界的に見ても類を見ないことなんです。大変残念なことです。もちろん日本において、交通事故対策、治安の安全とかですね、医療がですね、進んでいるということもあるかとは思いますが、若い方がですね自らの命を絶つということがないようにしていかなければならないと思います。ご指摘のですね、その大綱の改正、されたものをもとにですね、まず教育面におきましては、いじめ対策等総合推進事業をですね平成25年度の予算案の中に、取り組んで、盛り込んでおります。児童生徒の健全育成を目的とした活動の取り組みを支援するでありますとか、スクールカウンセラーのですね、自殺予防、困難やストレスの対処方法等に位置する教育プログラムをですねこれまでにも増して、厚くしていくというところをですね、していきたいと思います。そして教育段階を、卒業しまして地域に出てからもですねニート等の若者の就労を強力に支援をしましたりするということで、地域若者サポートステーション、いわゆるサポステと言われている事業もですね平成24年度の、補正予算で、盛り込んでおります。また先ほどご紹介させていただきました地域自殺対策緊急強化基金、麻生元総理時代に創設したものを民主党政権下においても積み増しをしていただいて継続的に行ってきたということがこの自殺対策に功を奏してきておると思いますので、若者に対してもですね地域の取り組みをその基金の中で、しっかり行っていくようにしてまいりたいと思っております。はい、以上。はい、柚木道義さん。はい、大臣ありがとうございます。ご答弁いただいた内容にも関連して、引き続きもう少し具体的な中身をお尋ねをさせていただきたいと思います。今もおっしゃっていただいたような形で大綱の具体化という形、あるいは拡充という形でしっかりと取り組みをいただくことをお願い申し上げながらですね、いじめ問題、これは当然もう本当にこの間まさにそのいじめや体罰による自殺というものが今社会問題となっている中で、先ほど少しお触れをいただきましたが、学校現場におけるですね、そういった取り組みを本当にこれもうまさに党派政権関係なくですね強化していかなければいけないという認識は同じくしております。今ちょっと少しご紹介もいただいた部分でもあるんですが、これ文部科学省といたしまして、そういったいろんな社会問題となっていることも踏まえながらいじめの緊急調査を行われておりまして、これ25年度予算でもいじめ対策等総合推進事業に48億円を計上されております。ただですね、実はいじめの実態把握に関するアンケート調査でございますが、これを実施していないと回答している学校が全体の 5.4% もあるんですね。これ例えば小中学校全体で言えば1200校とか1300校ぐらいにも上るわけでございまして、これまずは本当にその全校でこの調査をしっかり回答していただける、それをしっかりとやっていただくこと、その上でまさに対策を講じていくということでなければ、あまり例を出すのもあれですけども、滋賀の大津の学校で、ああいったことが起こったときに、あの学校がじゃあ例えば荒れた学校で、それこそ先ほど大臣が言われたスクールカウンセラーとか、あるいは人権擁護員さんとか重点的に配置をされるような対象であれば、まだしもその実効性が上がりうるわけですが、実はもうそれこそ道徳教育とかをはじめモデル校であったというようなお話も聞いているわけでございまして、この 5.4% の中にひょっとしたらそういった
問題事象といいますか、そういったものが含まれている可能性もあるわけですから、まずしっかりと全校で回答いただく、ともすればよくない状況にある学校が回答していない可能性だってゼロでないわけですから、まずその一点をお願いしたいということで、もう一つまとめて伺いますが、いじめ対策といたしましても、早期発見による早期対応が、これは効果を上げると言われているわけですが、そのアプローチの手法についてはいろいろあるということでございます。今直接的な身体への暴力によるいじめというのは、ある意味では見えやすいわけです。ただ日本では、無視とかですね、あるいは最近ではメールやネット上での陰湿ないじめが非常に特徴顕著であると言われているわけでもございます。そこで2点目は、こういったそのいじめの種類に応じた対策というものが求められてくると思いますが、それについてどのようにお考えか、1点目の全校でちゃんと回答していただくというその取り組みと、2点目のいじめの種類に応じた対策、ご答弁をお願いいたします。文部科学省布村初等中等教育局長。お答えいたします。最初にアンケート調査についてでございますけれども、先生ご指摘のとおり、いじめの問題の早期発見早期対応の前提といたしましても、いじめの実態把握につきましては定期的なアンケート調査の実施をしていただくということが重要なテーマでございます。先ほど数字のご指摘もございましたけれども、アンケート調査については小学校で 96.8% の学校で実施しておられます。また中学校では 98.1%、 高校で 85.6% という実態で、全体の平均として 94.6% ということで、いまだまだすべての学校で適切に実施はいただいていないという状況でございますので、この点は文部科学省としても教育委員会を通じて確実に実施いただくことを指導を重ねてまいりたいと考えております。それからもう一つは、いじめについてもさまざまな対応があるという実態でございますけれども、文部科学省としても毎年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査という調査を実施しております。でその中でいじめにつきましては、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われるという軽い程度のものから、ひどくぶつかられたり叩かれたり蹴られたりするという事例ですとか、金品をたかられるということで、いじめの対応の区分をお示しをし、区分ごとの件数を学校に把握をしていただくということを求めているところでございます。そしてこれらのうち、犯罪行為として取り扱われるべきと学校において認められる行為については、そうでないいじめと区分して対応することが必要となりますので、児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、早期に警察に通報相談するようという観点からも指導を行っているところでございます。ご指摘いただきましたように、文部科学省としては引き続き各教育委員会を通しまして、すべての学校にアンケート調査の実施を求めるというふうに指導させていただくとともに、いじめの対応などその学校の状況、あるいは子どもの状況に応じた適切な対応がなされるよう、そういった点も指導してまいりたいと考えております。はい、柚木道義さん。はい、審議官ありがとうございます。これはお願いなんですが、ぜひこれ関係政務の皆さんにもですね、前回の青少年特でまさに大津のいじめの問題があったときに、参考人の皆様、専門家の皆さんからお話を伺いました。その中にも、今教育委員会等を通じてとありましたが、例えば人権擁護委員の皆さん、すでに今回の、この大綱の中にもですね、そういった人権擁護委員の方などが、手紙党のやり取りを通じてですね、子どもの人権 SOS ミニレターなどの取り組み引き続き実施するとあるんですが、これスクールカウンセラーのみならず、その人権擁護委員はじめ、本当に専門職の皆さんの配置がまだまだ全体のその本当に何割程度という状況でございますから、ぜひ可能な限りその現場にですね、配置をいただいて、でしかもなるべくその受けの状態、待ちの状態ではなくてですね、やはりこのこちらから出ていくと、この後のニート引きこもり対策にも相通ずる部分だと思っておりますので、そのようなぜひ実際の運用上の工夫もですね、お願いを差し上げて、引き続きの質問に移りたいと思います。ニート引きこもり対策についてお伺いをさせていただきます。私の実は
初質問が実はこのテーマだったんですね。もう2005年のことになりまして、今日で75回目の国会質問の機会をいただいてますが、この問題はですね、本当に当時からじゃあ本当に改善されてきてるのかどうなのか、私自身本当にその、まあ、じくじたる思いを抱きながら状況の推移を本当に注意してきた部分がございます。ご案内のようにニートといいますのは15から34歳で職に就いておられず、家事や通学もしておられない方ということでございまして、まあ、そういった皆様が、まあ、引きこもりという形で、まあ、社会的な孤立を深めていかれる。で、その先にあるものが場合によっては自ら命を絶たれることであったり、あるいは犯罪行為であったり、さまざまな本当に問題事象につながっていくということも起こっております。で、さらに我が国の少子化問題の大きな要因として、若者たちに仕事が見つかりにくい、見つかったとしても正社員としての安定雇用が難しいという指摘もございます。で、私は本当にこの委員会で問題が深刻だと思うのは、先ほど自殺問題に対する対応もお尋ねしたわけですが、実はその若者の自殺者の中で非常に多いウェイトを占めているのが無職の方なんですね。まあ、つまり自殺というのはよく要因として健康問題、経済的な問題ということが指摘をされるわけですが、まあ、若者の自殺の中で無職というのが本当に半分、まあ、勤労者と半々ぐらいのウェイトを占めているということからすればですね、これは、まあ、ともすれば無職ということが未婚や晩婚化や少子化につながっているのに加えて命まで奪ってしまっているというですね、まあ、容赦なき現実を我々突きつけられているということなんだとも思うんですね。そこで質問いたしますが、政府としてこういったニートなどの若者の職業的自立支援策として、まあ、先ほど大臣のご答弁にもありました地域若者サポートステーション事業、これ24年度補正でも拡充されています。また引きこもり対策推進事業の拡充によって、この25年度予算で引きこもり支援コーディネーター配置や引きこもりサポーター養成研修派遣事業を新規に実施とあります。ただ先ほど申し上げましたように相談を待っているだけではなくて、やはりご家庭にお尋ねをする、あるいは地域でそういった、まあ、講習会なり相談会なりを行う、まあ、このようなアウトリーチ型の取り組みというものが、まさに政権が変わろうが我々も、まあ、共生社会、共に生きる、共に支え合う社会として取り組んでまいりましたが、これを拡充をしていくという姿勢が重要なんだと思うんですね。で、その前提でお尋ねしますが、せっかく今ご紹介もいただいた引きこもり地域支援センター相談支援、これで保健所や病院、若者サポステなど関係機関につないで実績がこれまで3000人近くに上っているんですね。上っているんですが、実はこの実績3000人というのが本来のこの支援事業の目標である就労にまでたどり着いているかどうかについてのフォローができてないんですね。せっかく若者のサポステ事業、こちらの方は18年度実績が当初650人です、就職につながったのが。これがどんどん増えて今や1万3000人を超えるまで就労につながっているという実績があるわけです。そうするとですね、まあ、今日それぞれの部局にお越しいただいているわけですが、まあ、厚労省で社会援護局が行っている引きこもり対策推進事業で、他方で地域若者サポステ事業というのはこれ能力開発局が行われておられるわけです。まあ、よく縦割りということが言われるわけですが、同じ省内の中でも、まあ、そういった縦割りという言葉はあんまり私も使いたくないんですが、情報共有が必ずしも十分でない中で、ひょっとしたら先ほどの3000人の実績をですね、まさにそこから1万3000人の実績につないでいくための情報共有ですねにつなげている、いける可能性がそがれているかもしれないんですね。ですからぜひこのメニューについて先ほどご答弁もいただきましたから、社会援護局と能力開発局、これ連携をいただきまして、おのおのの施策の実効性をより高めていただくべきだと思うんですが、それぞれ担当のお答えいただけますか。はい、村木社会援護局長。ありがとうございます。縦割りを避けて私の方から全体お答えを申し上げたいと思います。ニートの若者については先ほど来お話がありますように、
地域若者サポートステーションで、専門的な相談、それから特に苦手な、コミュニケーションの訓練、それから職場体験など、就労に向けた支援のところをしっかり行っております。で、先生にも今ご指摘をいただきましたが、24年度の補正予算でも箇所数を増やすと同時に、いわゆるアウトリーチ、学校と連携をして、中退をしてお家に引きこもってしまった方々の訪問支援なども拡充をいたしました。それから、引きこもりの方の専門機関である引きこもり地域支援センターでは、相談、訪問、居場所づくりなどの支援を行っております。で、25年度の予算案におきまして、早期の把握と継続的な相談支援ができるように、引きこもりサポーターを要請をして、これをやはりアウトリーチで派遣をするという形にしたいと思います。で、それぞれの専門機関が得意な部分を生かしながらでございますが、先生おっしゃるように、関係機関の連携というのは学校も含めてでございますが、非常に大事になってくると思います。例えば引きこもりの方々が少し外に出られるまでは、引きこもり地域支援センターで、で就労が視野に入ってきた段階で地域若者サポートステーションにつなぐというようなことをやりたいと思いますので、特に関係機関で支援対象者の情報共有がきちんとできて、連携が取れるように、実行ある支援ができるようにしっかりやっていきたいと思います。以上。柚木道義さん、はい、まとめての答弁ありがとうございます。ぜひ、今自殺の問題、そして、若者、とりわけ若者のいじめ問題、さらにはフリーターニート引きこもり対策と申し上げました。本当にそれぞれ本当にこれからの日本の未来を担う若者や子どもたちへの本当に重要な取り組み、しっかりと私たちもさせていただきますのでお願い申し上げます。残りちょっと育児支援についてお尋ねをさせてください。今日資料をお付けしておりまして、1枚目、今朝の朝日新聞の社説でちょうど本当に私も質問申し上げたいことがここに書かれておりまして、これ育休3年と、当然男性もですよねというタイトルの中でいろいろ書かれてますんで、ここにも関係する部分をお尋ねをしたいと思っております。まずですね、安倍総理がですね、先立て育休3年拡充に向けた、いろんなメッセージを発信されています。それ自体は私は本当に否定するものではありません。むしろ本当にこれが実現すれば、大変新たな子育てに対するですね、日本がステージに進むんだろうと思うんですね。ただ私、現状が本当にそういう認識なのかですね、かつて私は厚生労働委員会で、例えば育休や介護休暇を取ったためにクビになったという育休切りとかいうような事例も質問して、これ明確な法律違反ですね。しかし現実にそんなことも起こっている。特に中小企業でも1年取るだけでも大変なんですね。3年なんてどういう世界なんだと、この本当に状況も踏まえつつですね、私事ではありますが、娘が今2歳ですが、妻ももう育児復帰、職場復帰しておりまして、で4月からは、実は時短というより短期間勤務というものをこれまでやっておったんですが、女性の多い職場なもんですから希望者が多いんですね。ですからそれから漏れてしまってですね、で霞ヶ関保育園に申請をしたら待機児童7番目と、いうことでもありまして、これ育休3年が実現すると職場で何が起こるかというとですね、いや3年取った分、周りの人たちは当然そのうちの妻なんかもそういう対象でしょう、その時短勤務とか短期間勤務を取ろうと思っても、当然お子さんが小さい方優先ですから、3年取る方の分をフォローしなきゃいけませんよね。そういうことも含めた本当に実効性のある取り組みをいただかないと、変な話ですけどありがた迷惑になりかねないわけです。ですからここは打ち上げていただくのは結構ですが、実効性のある取り組みをお願いしたいんですね。当然保育園などのハードの整備もぜひ、これは我が政権もそうでしたが進めていただきたいと思うんです。で、安倍総理がおっしゃっている中で、3年の育休を積極的に認めて子育て世帯の皆さんの可能性、活躍の可能性を大いに広げようとする企業に対しては、政府も新たな助成金を作るなど応援していこうと思うと明言されているんですね。これは日本記者クラブでの会見です。そこで伺いますが、私が聞くところによれば、この新たな助成金というのは、キャリア形成促進助成金制度を拡充して、育休の取得、能力アップコースというものを新設されると
というようなことでございまして、まあ、この新設されるコースの概要も簡潔で結構です。それからいつから実施するのかというのを、一つはこれは寺田大臣ですかね、副大臣、まずお答えいただけますか。はい、寺田稔内閣府副大臣。お答えをいたします。委員ご指摘のですね、このまあ3年育休ということ、安倍総理自身も口にされたわけでありまして、実は我々今内閣府の方でですね、2月の13日を初回に若者女性活躍応援フォーラム、これを定期的に開催をしですね、この女性育休後の復職支援でありますとか、あるいはまたこの先ほど委員ご指摘のニート、あるいはまた失業中の若者がですね、この職場につけるような支援体制、これを整えていこうという議論をいたしております。で、この第1回目のフォーラムにおきまして、川田日本私立学校振興共済事業団理事長からですね、この学び直しというふうなご提案もありました。実は今月の6日に、委員も中国ブロック選出でありますが、広島の地で第4回目のフォーラムを開催をいたしまして、広島県知事からもですね、この3年間の休みがあった後もですね、しっかりとこの広島県は県単独で1200万円のですね、この支援プログラムを持っております。イノベーション人材育成事業という呼称でもってですね、これはもうすでに実施をしておりますが、これの全国への汎用化、この訴えもですね、直接稲田大臣とともにお聞きをしたところであります。今現在この具体的にどういうふうな制度設計にしですね、また予算付けを行うか、文部科学省、厚生労働省、また我々内閣府、内閣府は森大臣のセクションと稲田大臣のセクションと連携を取りながらですね、この特管で検討を進めている最中であります。いずれにいたしましても森大臣と連携をいたしながら議論を深めですね、具体策としてまとめることができればというふうに思っております。はい、以上。猪木道義さん。この後大臣にもお答えいただきたいので、ちょっと次の質問とまとめてお答えいただきたいんですね。今寺田副大臣からは、しっかりまとめていきたいということですから、ぜひいつまでにまとめてやるのかというところまで踏み込んだ、言及あるいは意気込みを、森大臣からもお答えいただきたいんですが、次の質問と合わせてその意気込みをお答えいただきたいんです。と言いますのは、今のその新設される育休取得能力アップコースも結構です。本人のスキルアップ、3年も休むともう遅れちゃうじゃないかと、そういった不安に対する対応できるもので非常に重要だと思うんですね。ただ先ほど申し上げてますように、本人がまずそれでよくても周りの方、代替要員の確保育成、そういったところまで含めてやらなければ、事業主もあるいはその管理職の方もなかなかどうぞというわけにもいかない現実もあるわけですから、この制度今実はやや縮小傾向にあるんですね。代替要員の確保の制度、中小企業子育て支援金、これ終わって別の制度に移行してたりします。ここはちょっと聞く時間がないんで、この5月にその制度を縮小した後の実績値が出るらしいので、中小企業の人はそういう意味で育休を取れないというようなことであっても、これも困るわけですし、本人がよくとも周りの方、代替要員確保できなければうまく職場も回らないという視点をぜひお持ちいただきたいと思っています。それで私は森大臣、これ育休というのは当然朝日のタイトルにもありますが、男性も含めての話だと思うんですね。で、実は男性の育児休暇、これが高い国ほど出生率も高く、そして女性の復職率も高く、当然ダブルインカム、購買力も高い、そして最近ではダブルインカム、スリーキッズなんですね。ノルウェー、スウェーデン、ご存知の通りです。まさにパパクォーターを法律で制度化して、そしてノルウェーの場合には1年間のうち男性が1年半取れば、実は日本で5割の育児休業給付金を10割、100% 受け取れるわけです。その制度を導入するまでは男性の育休がわずか 4%、 制度導入から3年後に15倍の7割、さらに今では 90% を超える男性が育休を取って、まさに育免革命と言っても過言じゃないような激変が起こっています。そして出生率も先進国第5位 2.0 前後、つまり人口を維持できるところで推移しているわけです。スウェーデンの取り組みも今のまさに新設されるコースを参考にされていると思うんですね。これですから、ぜひ男性の育休取得率を引き上げていく。これ実は政府の目標は来年度までに 10%、 現状とマイナス 8% の開きがあるわけです。2020年度で 13%、 しかし世の中の男性育休を取りたい人が 30% いるんですね。
ぜひ大臣にはどうやってこの男性の育休取得率を引き上げ、そして育免を増やしていくお考え方かというのを伺いたいのと、その私は非常に効果のある施策として、まさにノルウェーやスウェーデンで世界で初めて導入したパパクォータ制度、つまりは一定期間は男性が育休を取っていただく、そして、スウェーデンの場合8割ですね、ノルウェーの場合 100% 育児休業給付金、日本でいうこの5割が 100% もらえるわけです。この朝日の社説にも書いてあるように、本丸はですね、休んである間の給料、経済的な部分をどう回すかなんですね。こういうキャリアアップコースも重要ですよ。しかし男女の賃金格差もまだ現実としてある中で、男性に取ってもらおうと思ったら、やはりこの育児休業給付金の5割を引き上げることが最重要だと思うんですね。今のような雇用保険で事業主と折半でやれば事業者負担が増えます。しかしスウェーデンやノルウェーなどのように一般財源から充当する、日本で言えばまさに消費税も、はい、終わります。子育ても含む4つの財源入れたわけですから、ぜひ育児休業給付金の引き上げも含めた取り組みの決意を最後にお願いいたします。森松子大臣。3年 の、 育休というのは丸々3年間取るということではなくて、3年間希望する方は育児休業または時間短縮勤務などの多様な働き方をして、ゆっくり職場に復帰していく、ゆっくりお子さんから離れていくということも可能になるようにということで、誤解のないようにお願いしたいと思いますし、男性も含まれることは当然のことです。男性が取るときには10日とか5日だけでもいいんです。それだけでもやはり女性にとっては大変一緒に、やっているという意識になると思います。その意味で会より始めようということで、私の元ではですね、育児休業を取ったら昇進できるというように変えました。育児休業を取りますとですね、人事評価の点でアップすることができる。これは育児休業を取らせた上司の方もそうでございます。お子さんができない方にとって不公平という指摘がございましたので、それお子さんがいない方はワークライフバランスの研修でも何でもいいんですが、なぜなら男性が育休を取らないのは、育休を取るとその期間同僚よりも勤続年数が短くなって昇進の機会が遅れる。そうするとやはり給料も低くなって、ひいてはやはり妻子のために経済的に、損をするというか、同僚に比べてですね、そういうことがあると思いますので、育休を取っても不利にならないというところまであるんですが、実は細かく見ていくとボーナスの計算がやはり不利になっていたりいたします。そういうことで私の省庁で思い切ってそれを実現いたしまして、経済界の方にも働きかけているということです。委員のですね、今さまざまな良いアイデアいただきましたので、前向きに検討してまいりたいと思います。終わります。ありがとうございました。